ます。今日は興奮した。ありがとうございます。これ今、ずっといろいろ今対談が最後終わったとこなんだけど、はい。いいこと言った、平野さん。ありがとうございます。はい。これ、平野さん。こちら、平野さん。あ、要は、僕がやっている、とあるビジネススクールのメンバーで入ってくださったんですけど、その平野さんから、足立さん、ちょっと提案があるんだ。っていうことで今日提案をいただいて、なんだかなと思って聞いてみたら、ものすごいいい提案だった。ありがとうございます。はい。はい、これ、なんて伝えたらいいの？はい。チーム足立のメンバーになる。なんて伝えたらいいのかな？そうですね。要はね、ビジネスをうまくやる方法は僕はあちこちで教えてるんだけど、それをもっと、一気に加速度的に成功させちゃう方法があったんだね。はい、そうです。で、それは、平野さんが俺と出会って実践された方法だったんだよね。そうなんです。なるほど。そこでもいいこと聞いてた。俺も盲点だった、そこは。はい。ああ。なんとなく今までやってきたことを、あ、そういうことで加速できるのか、みたいな。だから、うまく俺を使ってって言い方変ですけど、俺を使って加速度がついて成功できちゃった人だから思いついた。方法だよね。そうです、そうです。本当にまさにそうです。ああ、俺からはちょっと思いつかなかったわ、それ。まあ、これは多くの方が盲点でもあるし、気づいたとしても、なかなかね、できない方法だったりするんですよ。はい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 、はい。なので、じゃあ、そこはもう、再現性も高いし、実際僕もやってきた方法なので、はいはい、じゃあ、もう公開してしまうと。はい。はい。ということです。でもね、俺の今、スクール、俺も何万、10個ぐらいスクールやらせてもらってて、な、は、ん、い、だかわかんないけど、全部で1000人ぐらいメンバーいるけど、はい、平野さんと同じ、俺の利用の仕方をした人ってもう数名いるんだよ、実は思い出してみる、はいはい、でもその数名は大成功してるもん、やっぱり、はい、だからそういう使い方があったんだね、俺に。なんだよそれ。それまあ続きはですね、ぜひメール登録していただいて、あの動画の方を見ていただいて確認してほしいなと思います、はいはい、これはいいこと思いついた、はいはい、よし、一緒にやっとこうじゃあ。